はい、今日は桑原さんの家に潜入でございます。まあでっかい家、300坪以上ありますね。これは庭にはグリーン、そしてバカでかい車庫、そして車庫の上が練習場スペースになってるっていうことで、こっちの練習場の方来てくれっていうことで、今日ちょっと今から潜入突撃します。行きます。開いてるんですかね。はい、お疲れ様です。どうもしんちゃん、すいません。ようこそ、ようこそ、すいません。ようこそ、ようこそ、お邪魔いたします。うわ、すごっ。ここね、じゃないですか、私のね、はい、練習してるんです。ここで、はい、トレーニングこっちでやって、はい、練習中、まあ、体育館ですね、これ。体育館、トレーニングこっちでして、はい、まあ、たまにたで、球打ちたい時はここで打って、はい、クラブテストしたり、はい、ほぼね、僕ここの鏡で、はい、まあ、2面あるんですけど、ここで素振り、もう ほぼ素振りで、あんまり打たないです。ここで、まあ、こうしたり、まあ、こうして素振りでチェック、はいはいはい、そか、もうここに一番いますね、ここで素振りしてるのが。あ、本当ですか。はいはい、いやいいなあ。キャーバベンホーガン、あ、これね、これ欲しい。これ多分これ30年ぐらいの前の、欲しい、もっと前のこれ見たわ。え、開かないんですね。これね、もうしんちゃんに触られて一本持ってかれても困るから、鍵してる、ね、これ本当に鍵してるよね。まあ、本当にどっか行っちゃったの鍵。いいですよね、憧れますよね、ベンホーガンのね、パーソナル。これ欲しい、これ買いたいな。マニアックな。これも水野のバットですか。いや、まあ、これ水野じゃないんですけど。あ、そうなんですか。 K75 って誰のだろう。これあの誰でしょうね。これは水野です。これはもう素振り用に水野 の職人さんがあの削った、しなるんですよ、このバットね。あ、そうなんですね。これうまく振ると、本当にね、うまく振れないとしならないんですよ。あ、そうなんですか。あの、うまく振れるとしなりますから。へえ。お、いい音する。うまくしなった時はブーッって言って、風を切る音がブブブブブブブって言うんですよ。やっぱ音で、音しますよ。この辺からブブブブブブブって言いますから。やっぱりしますよ。ブブ、え、いい時はブブブブ、いい時じゃないと、その要するにしなった音なんですよ。しなって、ここからしなって、こういう風に走るとブブブブブってここでする。本当にこれね、あの何本かあるんですけど、うん、そのバットが一番しなるかな。はい、いい音してます。ブブブって本当ですか。いや、いい音してます。いやいや、長嶋さんがね、うん、長嶋茂雄さんが、あのデーブさんから聞いたんですけど、なんか若手がちょっと僕長嶋さんにスイング見てもらいたいんですよねっつったら、で電話しろっていつでも言ってたから、いいんですかね、電話して、電話したらしいんですよ。で、あの、いや、あのちょっと今スイング、あ、デーブさんがな、デーブさんだったんですね。デーブさんがちょっと監督ちょっとあの見てもらいたいんですけど、もうそうか、デーブつって、ちょっと振ってみろっつって、え、電話越しですよ。でブンって振ったら、おーおー、いいんだよその音でつって、オッケーオッケーつって、あ、本当、その音でって言わなかった、おーいいよそのでつって、って言ったって。なるほどね。何だったんだろう今のはっていうのがデブさんの感想なんですけど、やっぱ音で、音はありますよね。多分私わかんないですけど、うん、あのうまく振れてない時って、例えば、いや、あのゴルフでいうと振り遅れてる時っていうのは、はい、こうなってるんで、ここ切らないですよね、はあ、風を切らないでしょ、はあ、でこれがうまくスーッとこう、うまく体の前でこうリリースがうまく、要するに、ボディターンですか、ボディターンがうまくできた時っていうのは、ここでブブブブブブブ、この辺からですよ、ブブブブブブブって言うんですよ、はあ、でこれこうやって振り遅れた時とかはもう全く音がしない、はあ、でもこれがうまくボディターンができた時はここからブッて、だからこれ
結構細いんで、はい、ここからこうしなってる感じがします。へえ、うん、なんだね。なんすかね、ですかね。音で、いやでもそれも何発も何発も。だからもう素振り洋服しかないんです。ほぼ素振り洋服。じゃここでもうひたすら、はい、もう素振りの素振りです。素振り稽古。素振り稽古です。球あんまり打たないですね。あ、そうですか。若い時はもう逆ですね。ほぼ素振りしなくて打ってばっかりいたけど。あ、まあ、シニアになってからも素振りがほぼほぼ。素振りともあとアドレスチェックとかね、肩のラインチェックとか、この傾きチェックとか、あ、鏡でもう終わっちゃいます。どういうチェックなんですか、具体的に言います。具体的にはまあ例えばこうしてこうするじゃないですか、はいはい、でこう構えて、まあ、この肩のライン、はい、こうやって見ると肩のラインすごく見えるんで、はい、まあ、あのこう、まあ、僕大体ここでこうして、はい、やっぱりちょっとこう出てる時とかはここで直して、うん、そうすると片面だけだとこれ直したらこうなってたりするんで、はい、そうするとこう突っ込んでる正面から見てこれをこう直してこの軸がこうあまりこうなりすぎないように、まあ多少右に傾いてるぐらいの感じで、はい、で、ちょっと僕はもう膝が、うん、あの下半身がクロス、上体がクロスでこうなっちゃうんで、これはまあなんとなく揃えていって、あとはもう打った後のもうフィニッシュですね。こう振った後に気に入らないやっぱりフィニッシュってあるじゃないですか。うん、これじゃあ絶対にこう例えば振り遅れたのをこうやってねじったようなフィニッシュとか、振り遅れたまんま振ってるとか横に振ってるとか、それをバランスをフィニッシュでこう確認する、あ、この辺だなって、でここから戻しながら揃えていくみたいな作業がほぼ、歴史、水野の歴史いきますか。水野の歴史大好物です、ね、ちょっとここ、はい、どうぞ。どうですか、いいですか、これまあ、はい、コルクの扉これ行くと来たー、こういう感じ、来た感じになってて、まあここですね、しんちゃん多分ここ、うわ、パシモン世代ですよね。そうっすよ、でもこれどの辺一番エースだったんですか、水野。これだから ここ本間ですから、これも本当ゴルフ、はい、どうでしょう、小中高、はい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 、高校から水野を使い出しましたんで、はい、まあ、この辺りはもうエースですね、高校。すごい、これはもうスプーンで、もうだからもう工芸品みたいに綺麗ですね。この色はね、うん、中島恒之さんがこう使ってたような感じの、うんうん、いいですよ、見てもらって、全然見ていいですか、ちょっとほこりかぶってて申し訳ないですけどね。この辺りもあれですか、X200。 そうですよ、こういう感じです。半端な X200。 あー、いい顔してますね。そうですか、やっぱ向きがいいよね。ちょっとタオル持ってくるから、ちょっと向こうで見ますか、なんか気に入ったのなんか何本か持ってきてください。気に入ったのなんかありすぎ、こういうやっぱり使い尽くしたやつ面白そうだよな。やっぱ昔のクラブってやっぱり右向いてるよね、右向いてるっていうか、すごいいい向きしてる。いや、やっぱりなんだろうか、こういう向きですよね、本来の。どれが一番お気に入りだったか覚えてます？お気に入りはね、ありますよ、わかりますよ、こう水野の一番お気に入りの顔、あ、いいよな。あ、これ僕のお気に入りです。すげえ向きが、はい、もう完璧。これお気に入りですね。これ本間でしょ。うん、いや、この間ヒッコリーシャフトの、うん、あの太平洋クラブのあの何ラウンジみたいなのが銀座にあるんですか。あ、ありますね。あそこに何本もあったんですけど、うん、やっぱりいろんな向きのがあって、う
あ、そうなんだ。やっぱりプロがこうやってエースで使うやつ、飛びそう。あ、そうですか。ヒッコリーでも。ヒッコリーでも、やっぱりいい顔悪い顔、すごいあるんですよ。で、やっぱり、いやいやいや、だからこういうことだよね。こういう、だこれじゃなきゃ飛ばないですもんね。いや、これはすごい大事だよ、これ。やっぱいい顔して。はい、ご視聴されてる皆さんにも、ああやっぱりそうですね、それがやっぱり一番いい顔してますよね、うんうん、やっぱこれですか、これですね、うん、ちょっとこれも持ってきますか、向こうに、はあ、ちょっと明るいところで見ますか、はあ、せっかくなんで、いやあの人も嫌いじゃないね、もうなんか取りつかれだよねもうこれだよ、名機中の名機 300S、 そう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 、そっちね、それ俺なんか書いてあるよ、あの史上最強最高だったとか書いてある、書いてあるやつあるでしょ、はあ、どれだろう、ないかな、最強だった、それどっか最近ちょっと打ってみたから、あ、史上最強あったか、あった、あった、あいい顔してるな、それはすごい良かった時のクラブですね、これ絶対飛ぶでしょ、これ今からまだ収まらない、今だって中古クラブ屋行った おじさんみたいになっていやだってこれが欲しくて、僕だってもうこれも結構使ってるからその辺のスプーンはね、ちょっとあんまり気に入ってないですね。あ、そうなんですか。その辺のスプーンはあんまり気に入ってないですね。ティーゾイドとかはあんまり気に入ってないですけど、はい、あ、それは気に入ってます。これはもうあのプロ用じゃないんですけど、アマチュア用ので僕はもうこれに惚れ込んで、いい、これはもう本当水野としては使ってくれるなっていうのですけど、へー、あ、水野で作ってなかったんですか。水野なんですけど、うん、工場が違う。いや、こう、あの、なんていうのかな、その、プロモデルじゃないから、あ、アマチュア、一般アマチュアのに向けて開発したのを僕がいいって言い出したから、あ、それもどうぞ、見てください。でも、そういうもんですよね。ダンロップのスリクソンよりゼクショーが良かったりしてるっていう。ああ、これ絶対今使ったっていいクラブだと思うよ。いいよこれ、その辺ね、今日使ったやつ、まあチョロしましたけど、それ使ったです、うん、今日、いやだっていい顔してるもん、いやこういうのをクラブの開発の方々はもう一回今一度見てもらえて、でもプロしか持ってないよね、こういういい、持ってないかもね、うん、だって本当に見事にあんまり良くないのは跡がないもん、傷が、なんかやっぱりこう昔のやつの方がいいのあったよな、は水のプロ MS70 に懐かしい、俺も使ってたこれ、中学の時使ってたこれ、ちょっとどんな顔してんの、ちょっと見せて、すごい、そんな顔してたんだ、あ、でも面影あるな、やつだったんだ、ロフト、おお8番やんじゃん、いやいい顔してるわやっぱり、ちょっと、あとどれだろう、エースどれですか、エース、エースの何、アイアン、あDN87 じゃないですかこれ。それその辺はもうエースですね。もう大好きだったですね。大好き。それ三段ソールのね。これ。これは良かったね。ね、ウィルソン JP カスタム2。ああ。だからこういうことだよな。ああ。こういうこと。だから面がいいっすよ。もう。今なかなかないんですよね、こういう、うわ、いやーかっこ
なんかこの本間のウェッジやたら使ってますね、キスラ90。本当だ。これはもう多分中学生ですね。なるほど。中学生の時に、ね、やっぱいい顔してる。練習してた。いい顔してる。お、この辺結構使ってますね。7番屋がない。7番屋がないよ。この辺もなんか。7がないです、ね、7がないな。あ、7がいろんな、あ、7がない。なんでやっぱ7ってやっぱり基準だから、なんかあれしてるんでしょうね、なんか新しいクラブ作るときにちょっと打ち比べたのかもしれない。そうっすよね、うん、なるほど。めちゃくちゃいい顔してるもん、うん、いやこのシャフトに対しての面がもう完璧じゃないですか、うん、完璧、え、完璧じゃないですか。そうですか。いやその辺は僕はあんまり分かんないんで、あんまり分かんない。そう、でもこれ使ってたわけでしょ。使ってたね、これがあの中島さんのクラブを削ってた北さん、うん、北さんの 北モデル、うん、いやだって僕こんなのもう超憧れてましたもん。これはでも残ってないでしょうね、ほとんど残ってないと思いますよ、これはもう。いや、うん、世の中にスルーボアでね、いやもうめちゃくちゃいいわ。こういうクラブがないんだよな、うん。これなら球上がるもんね、このロフトでも。いや構えてみな、もう素晴らしいよ、うん、どこに飛ぶかが分かりますもん。明確でしょ、うん、乗るしね。だって熱く当たるよこれ、うん、ちょっとね、どういうところで見てるんですか。え、いや、シャフトに対して、うんうん、どういうやりんだろうな。いやだってこれ熱く当たりません。で結局あれですか、やっぱりこっち系はダメですかね、やっぱりね。そうですね、これはもう熱く当てられないですもんね。で多分この木目の頂点をここじゃなくて右にずらしてやるのもなんか意味があるのかもしれないですね、うん、あ、だってこれここよりもこっちにあった方がこう見えるじゃないですか、うんうんうん、このローテンション入れたくなる、多分そういうのも多分北さんは考えて削ってんです。パーシモンならではですね。パーシモンならではね、はい、で、あと強度とかも、強度ありますよね、強度とかも弾きの良さとか普通頂点に持ってきますよね、はいはい、あの普通木目、これはこれは小野さんという方が削った、養老の小野さん、これはもう特徴的なのがこのトップの高さ、はい、このトップの高さが、これはもう北さんのモデルは、うん、これも小野さんですね。北モデルが、北さんのドライバーがないな。ドライバー持ってきましょうか、はい、だって北さんだからもう僕雑誌に穴が開くほど、あ、北さんストーリー読んでました。だって僕中島恒樹さんに憧れて、あの中島さんと同じメガネしてましたから。メガネをね、はい、目悪くないのに、うん、いや目は悪かった、悪かった。これが北さんのドライバーですね。どうやればいいかな。ちょっとこうした、あ、こうした方が分かりやすいかな。ちょっと構えたのとちょっと違うな。どうやったらいいの。こういう感じかな、うん。ちょっと伝わらないな、この良さが、この動画では。芸術的、本当芸術的ですよね、はあ、これね、でもね僕らはね、うん、この北さんのがね、うん、難しすぎたイメージがあるの。あ、そうなんですか。だから小野さんの方が良かったんです。そうですね、アングルがちょっとつかまり系ですかね。
小野さんの方、小野さんの方がちょっと捕まり系なんですよ。そうですね、そうなんですよ、はあ、だからこれもう少し両テンション入れてこないと捕まんないですね、はいはい、だけど小野さんのはちょっと捕まり系だったんですよ。そうですね、そういう感じですか。そうですね、僕はその北さんの好きだな。やっぱりこの北さんのこのスプーンなんか、これなうなってるね、これね、やばいなこれ。これ簡単じゃないですか、これ多分今のスプーンとかに飛ぶんじゃない、もしかして。そうですか。これをちょっと今度お借りして、うん、あのトラックマンで測ってみたくない、これ、うん、だから俺は素材じゃないっていう、あの面だっていうことを証明したい。まあシャフトがね重くて、実際的にこのクラブの総重量が重いんでヘッドスピードそんな出ないとは思うんですけどね。そうだから、そうだから、これを現代版にするすることはできないんですかね。だからそうね、それだよっていうのをちょっと言いたいですよね。これよかったら今日測りますか。ああ、あのちょっと近所に、僕の家はトラックマンないんですけど近所にあるんで行きますか。はい、行きましょう。そうすぐ実験できるんです。うん、やりましょう。ちょっとやりましょう。じゃ好きなのをちょっと選んで持ってってどれをどうやりたいか。そうだ、そういう面白い、こういう展開になるんですか、すごいっす ね。それはちょっと逆に黒川さんの一番のこのなんかエース、これが一番飛ぶんじゃねっていう。確かにこれ北さんのちょっと捕まらなそうですね。僕もいざ打つとなったらちょっと 弱音吐いてきましたよ。確かにやっぱりここのトップが高いことによって、はい、こう来角は同じなんだけどこう見えるでしょ、アップライトに見えるでしょ、うんうんうん、北さんのはちょっとフラットに見えるってこと。北さんのはもうのべたっと、そうですね、だからもう左あの行く心配がないから、もう中島さん の400ヤード飛ばすっていうのはもうこっちなんですよ。なるほど、なるほど。もう使えるもん全部使って、もう最後の振り切ってもうここまで行って400ヤードみたいな。なるほど。こっちはやっぱりちょっと、うん、まあなんとなくこういろいろ細工もできて、ちょっと体調悪い時でも、はい、それこそこうそこそこは行ってくれるっていう、これこっちはもう本当あの 100% で行かないと怪我しますっていうね。なるほど。F1、 本当 F1 ですよね。なるほど、すごいですね。ちょっとじゃあ、いや打ってみたいでしょ。ああ、ね、ちょっと打ってみたい。いやいや、そう言っていただけるとね。あとこの 300S とかさ、これはすごいですよ。これはもう本当飛びましたですよ、ね、本当飛んだ。ほら、これ史上最強。これ 300S2 かな、 S2 かな、はい、S2 ですね。これは 300S 史上最強ってちょっと書いて、史上最強って言って分かんなくなるから書いといたんですよ。そうですよね、僕も結構書いてます。ちょっとパーシモンこれ何個もあるからどうしようか。あ、これが初代で、はい、この水野のシャフトが入ってるんですけど、はい、これも良かったです。これが 300S ですね、の初代。そうですよね、これ良かったです。これじゃあちょっと、ねえ、この良さってちょっと伝わらないかな。ちょっとね、構えてみないとちょっと分かんないですもんね。やっぱこの時のこの遠藤製作所のこの、そうですそうです、技術ね。そうです、今のちょっとロフト立ちすぎちゃってんのかな。今のボールじゃちょっと上がんないかな球。これ知ってます、やっぱこんくらいロフト欲しいですよね、このやっぱ史上最強っていう。はい、これ知ってます。あ、桑原さんといえばこれですよ。これです、ね、このスプーンですよ。これいい顔してる、これいいですよね。めちゃくちゃいい顔してる、これもう半端ない。これもその北さんのスプーンと同じぐらい、これだから
我々こういういいクラブ知ってるから最近ないんですよね、こういう顔の。このドライバーあれだな、いい顔してんな。ジープミルカシンガフェアウェイウッドで使いそうですよこれ。ジープミルカシンガ、確かにこれ半端ないね。これ普通に今でも使えるんですか？あ、使ってますよ。だから今のあのこれはちょっとあれですけど、ランバックス、ランバックス、これあの入れて今年1回使いましたよ。1試合だけですけど。使いました。はい。どうだったんですか？ちょっと左行ったから、やめてたんですけど、まあ、ほぼほぼ、ティーショット用に、飛ぶかなと思って入れたんですけど、ちょっと一発左打って、ちょっと気持ち悪くて、ちょっともうちょっとアレンジ必要だなと思って。いや、マジでいい顔してる。こういうのがないんだよな。いいですよね。やっぱりそっちの方がいいわ。これもいいけど、だってこうね、自分もう使うっていうのはもう本当によりすぐられたものじゃないですか。もう黒田さんがね、水野に合ったもので本当にいいのしかここにないから、ちょっと試すやつ試しましょう。この辺何本か、じゃあちょっと、これもいいけどね。これでもあれだな、置きに行く用の。そうですね、どっちかというとこれ飛ばし用じゃないですもんね、はあ、そうなんですよね、向きでね、向きがねちょっとね、これ難しいんですよね。ここにラインつけてやるし、はい、だからこの頃のクラブってちょっと僕の中ではバルジっていうこれがなくなっちゃって、はい、ちょっと気持ち悪くなってた時期なの、これ。あ、そうなんですか。うん、この時期は。だからやっぱりこのパーシモンのこのバルジな、あのこなんていうのこれ、ロールっていうの、はい、横ロール、ロールとバルジ、ロールとバルジっていう、はい、で僕もどっちかちょっと今。これで育ってるから、ちょっとセットアップするときにこういう風にこういう風に開いてこう入れたいみたいな感じあるじゃないですか。でそれがこの時代なくなってこれで復活したんですよ。ほうほう、ここで、そこで、ここで来た。でこれがちょっと用なしで、こうちょっとこういう感じで入れられる感じで、でまあなんていうかな、開くじゃないけど。いやでもやっぱりこれがやっぱり一番面がこうなってますもんね。そうですか。ああで、だってやっぱり こっちはちょっとやっぱりフックになっちゃってる。あ、フックだからロフト立てたくなるってことじゃないですか。ああ、だからやっぱりちょっとやっぱりそこら辺があるんですか。寝ててロフト多めでっていうか、で右向いてる方が、寝てて寝てるロフト面で左向いてない、左の方がいけるのね、うん、で立ってて左向いちゃってると、うん、なんかもう滑っちゃうんですよね。滑っちゃうね、うん、そうそうそう、ものすごい気持ち悪いのね、球捕まる、もうだからなんか、うん、なんかそうなんだよね。バックスイング上げる方向も分かんなくなっちゃう感じなの、僕こうされるとどこに上げるのみたいな、そういうのをなんとなくこう分かってるんだけど整理できてないから、しんちゃんみたいに。だから何が悪いのかっていうことはメーカーさんには言えないの、僕は。だけどダメ、いいみたいな感覚的な表現しかできないけど、こうやってあの表現してくれると多分メーカーさんも分かると思うんだけど、でもこのドライバーは結構難しいですね。あの言っても分かんないんですよね。ああそうですか。だから僕本間と契約させてもらった時はもう諏訪さんって工場長が今のすげえ一生懸命やってくれて、大津さんの言ってること分かると、うん、だけどどうやって作ってるか分かんないっていうのが最初のあれ。でもあの人も日本も出てるから、あすごいよく分かると、僕が言ってること。うん、そうそうそう、だからアイアンはすぐでも1年でできましたけど、ウッドはやっぱちょっと苦労しましたですね。いやー
いいっすもんね顔が。アイアンはさ、はい、しんちゃんよくさ、はい、こうクラブが冷えるときにこう縮むのあれ、はいはいはい、って僕は思う。あの、うん、それはアイアン、うん、フェースがやっぱ左向いてる。同じ理論、こっちと今と同じことですか、シャフトに対しての、はい、で僕遠藤製作所行ったときは小林さんっていうあの巨匠がジャモさんのクラブとか作ってる人がやっぱこうなるから、うん、こうやる工程があったらしいですよ。でもかぶってるやつトンカチ叩くっていうのはこう行くんでしょうね。はあ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 、裏側から開く、はい、だから昔ブライアン・ワッツが、うん、あのブライアン・ワッツのクラブはベローンってなんです。当時はジャモさんがグース好きだったから、あのグース僕は使わなきゃと思うんです、うん、だからここがこういう感じのね、そうそうそう、ここがね、うん、だけどブライアンと賞金は争いっていうか賞金っぽいの、うん、ビラーンってここガンガンいってこれをこう、そうですか、はい、だからやっぱり良かったんだなっていう。でもジャモさんのはもうグースだけど全然被ってないですよね。グースだから被るっていうわけじゃないですよ。あ、そうですか、うん、あの時はもう小林さんと僕ずっとあのいろんな話聞きましたけど、ジャモさんもやっぱり、うん、もう持ってってどうですかって、もう上がらないしか言われない。上がらない、上がらない、だからテイクバックが、あ、やっぱりそういう感覚があるんだ、うん、っていう一言言われて、いい話聞いたわ、うん、そうですか、うん、やっぱり あのさ、うん、これさ、鉄が冷える時にこうなるんだったらさ、うん、冷えない、例えば削り出しクラブとかだとどうなの？それも完璧です。で僕最初本間でやってもらったらそれでやってもらった。削り出し？はい。削り出しのアイアン？削り出しでアイアンやって。一本100万ぐらい当時して。そう。だから外注すると一本50万かかっちゃうっていうから、ちょっと横田さんのやるために機械買うからっつって2億出して買ってもらったの本間の時。それで1年僕し、だからそれが苦労したんで僕1年指導落ちちゃったんですよ。2006年。実は選手会長が忙しかった、うんうん、海外的には言ってましたけど、その時契約してる最中に本物のクラブが合わなかったのか言えないじゃないですか、うん、それはそうだ、うん、で島田さんのせいにして、え、島田さんのせいにして、島田さん、島田さんなんか言ってて、島田さんが横田君一生懸命頑張ってくれたから、あ、はいはい、シード上げるっていうようなこと言ってなんか叩かれちゃって、叩かれると思ったからやめた、もらなかったんです。あ、もらなかったの、はい、もらいたかった。いやいや、島田さんが何か言われちゃったんじゃないですか。島田さんが言われちゃった、言われちゃった。そんなの何自分で決めてるんだって、何か、まあ、他の選手とかは言うじゃないですか。で何か、まあ、島田さんの人の良さも、はいはい、ねえ、ちょっとやっかみの人もいるからちょっとじゃあさ、ちょっと見てほしいのあるんだけど、これうちのさ本当に近所で、はいはい、作ってる、本当削り出し、そのさっき言ってた、これはどうですか。これ水野全然関係なくて、ああ、だからもうこう被ってないですよね。嘘、うん、やっぱりそう、はいはいはい、これはどうですか。いや、被ってないですね。ほー、なるほど、なるほど。だから結局これはもう削り出しで機械で削っちゃうわけだから、うん、最初の型が狂ってたらダメってことですよね。うんうんうん、そうですね。そうです、そうです。で鉄が冷えてるわけじゃないから、うん、あ、これ本間でやってたって知らなかったな、うんうん。そうか。しんちゃんでそのさ削り出しのアイアンってさ、うん、はい。打感とかは大丈夫だったの？打感めちゃくちゃ良かったです。良かったの？めちゃくちゃ良かった。ほんまなんてめちゃくちゃ打感基本いいんですけど。あのさ、はい、鉄の塊から削るってこと？そうです。そんなの使ってたの？はい、だ元型が被ってたらもう被っちゃう。あ、もうアウトですよ、ね。それをいくら削り出しでやったって。なるほどね。これさ、ウェッジもある。まあ、僕、近所だからこれさ、あの、いただいちゃったんですけど、これ1本何十万もする、うん、本当やっぱそうなん
何十万もする貴重なのをいただいちゃったんだけど、あ、こっちの方がどまっすぐだな。そうですか、はあ、こっちの方がどまっすぐ。いいですか、うん、あ、本当だ、うん、こっちの方がどまっすぐだ。これはこっちのウェッジの方がすごいもう完璧なまっすぐだ。そういうの分かる人いないな。分かりますでしょう。いやいやいや、表現できないもんね、そのまっすぐ。この辺りが。そうですか。うん。うん、どうですか、乗る感じしないですか。僕、全部もうそれで、もう、最初、道具メーカー契約してもらうときは、必ずもう、それ持ってくるんですよ。ああ。それが分かってきた頃。若い頃分かんなかったですね。なんでしっくりこう、なんか目標ポンと置いた時に、うん、なんでターゲット向かないのかなって思った時に、で、ほんまと契約させてもらって、そこに振り返ることができました。あ、そう、自分が今まで悩んできたのですか、そこなんだ。ああ、そこなんだって。まあ、キャスコの時も、一番成績良かったのは、やっぱり面がすごい良かったんですよね。ただちゃんとも成績良かったじゃないですか。良、うんうん、かった。ああ、そうですか。この面が良ければ、うわ、乗りません？これだと。乗るね。ああ、こっちよりもまっすぐなんだ。ミスボもウェッジはだからみんなあのほとんど僕はあのめちゃくちゃ乗る顔してますね。本当。ああ、ブリヂストンとかも乗りますよね。こっちよりこっちの方が。あとさ、来角はどうなんですか。来角で。こう来てたら、はい、ちょっと気持ち悪いじゃない。あ、だから来角も被ってるやつはフラットにしたくなっちゃうんですよ。したくなっちゃうね、はい。だからアップライトなのに左向いてないっていう。それがいい。ああ、はまります。それは。ですよね。はまります。そういうことですね。だからそのここの、うん、リーディングエッジは基本僕は被ってるのが好きなんですよ。うん、だからパシャッと写真を撮ったらリーディングは左向いてる、うんうん、向いてる。だから基本捕まり側が好きなんですけど、うん、面自体がこっち向いちゃってんな、うん、もうダメ、うん、面はもうまっすぐで右向いてる面なんてないんですよ、うん、でもこの被ってるグラブは大体トップラインをこにがしたり、うん、リーディングのこっちを削ったりして、うんうんうん、右に見せようとする。そうするとこのラインで右向かしてるから、うん、でも面の方向全然変わってないわけですよ、うん、そうすると全体右に向かしちゃったら、うん、かぶしちゃうじゃないですか、うん、そしたら余計こっちが左向いちゃうんで、僕そういうごまかすんだったら、うん、面が左向いてるくらいはそのまま左に向かしといてもらいたいんです、うんうん、そうすればどこに飛ぶかは一目瞭然なんだけど、うんうん、このこうやったらえ右なの左なのみたいな感じになっちゃって、うん、アンテナのマークみたいになっちゃうっていうのが、うん、左向いて右、右向いてるはない、まっすぐにあってほしい。右向いてるクラブってないんですよね、うん、基本右向いたらこう閉じるじゃないですか、うん、閉じる、うん、その閉じてった時に面がこう引き寄せよりちょっと右に飛び出してくれる。素敵ですね、素敵ですね。今日の18番のセカンドショットですよ、私から言うと。しんちゃんのそうそう、イップスの人はこれ系になるっていう、うん、そう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 、だからこうなってるからこれ系になっちゃうから、ここでリリースそういうことです、そういうことです。でもこうなってればリリースができるっていう、じゃ今の理論で言うと、うん、完璧なのこれ。本当ですね、これで使ってたらイプスになんないですよ、ね、こういう、うん、確かにそうですね。これは私の中ではちょっと行き過ぎなんですけど、はあ、しんちゃんの理論でいくとこのぐらいでいいわけだ、うん、はあ、いや確かにそうですか、うん、こういうのも分かるっちゃ分かるんですけど、それを行くともうこのドライバーぐらいがちょうど、うん、ちょうどなんか、ああそういう、うん、そういう意味ではこのぐらいがいいかもしれない。私はしんちゃんはもうここぐらいまで行った方がいい、うん、いやでもこれも
これも、うん、これはだから右向いててロフトがついてて、うん、右向いてるけど優しいじゃないですか。ああ、これは難しいですね。あれどれだったかな。こっちじゃないのか。こっちじゃないの。これじゃないです。あ、これだ。これでしょ。これは右向いてたんだ。これは右向いてるでしょ。これもドバッと右向いてた、うん、ね。これはね。そうだそうだ。うん、はあ、そうそうだ。このこれはだから好きだな。その辺が私はやっぱりもうちょいかぶり系が分かんないんだな。多分感覚的には分かんない。でもこれこっちの方が確かにこうかぶり系ですけど、うん、これも全然左向いてるってわけじゃないですね、うん、全然向いてるわけじゃないしね、はあ、おっしゃってることよ。このぐらいのやっぱりこうちょっと捕まるような来角に見えて、うんね、こっち向いてたら確かにやりやすいかもしれない。一番そうそうそう、だから嫌なクラブってフラットにしたくなるんですよね。でいいクラブってアップライトでも全然左向いてこないというのがこれ。ああ、なるほどですね。分かりやすいですね、それはね。うん、そうですか。そう、ちょ、よかったらうちこれ、あ、これ行きましょう。これ工場近くにあるんで。うん、はい。あ、ちょっとそれも行きつつ、ちょっと見てくれない？はい、うん、はいはいはい。じゃこれも行きつつ。じゃあいいですか。ね、ちょっと連れていただいて。ちょっと見て見に行きましょう。はい。でこれ持ってさ、この辺持って、はい、あの、ね、工場行きながら、はい、それこそちょっと手段もしながら、はい、ちょっとあのデータも取りながら行きません？はい。ね。これ面白いことになってきた。これパーシモンをさ検証実際、ね、これいいって言うだけじゃ分かんないから、実際どう、何がいいのか、数字で。実際どんくらいあれなのっていうの。これが史上最強のやつだね。じゃあちょっと、このくらい持っていいですか。あ、行きましょう。行きましょう。スプーン、それ行きますか。あ、でもスプーンって数字がそんな、あ、そうですか。あ、でもあれか。でも持っていきましょう、これ。ちょっとそのスプーン、じゃあこの、北さんのスプーンも、とこれと対決してちょっとやりましょうよ。はい。あと対決させる最新のスプーンがないというね、俺持ってきてない。じゃあこれをちょっとないして。あ、いいいい、置いといて置いといて。いい。あの大丈夫大丈夫。マジで大丈夫。本当やるから置いといて。大丈夫。本当大丈夫。ない大丈夫。いいんですか。全然いいです。やりますから大丈夫です。ちょっとじゃあそろそろ、はい、ちょっとお腹空いてきたんで、あ、なんか食べません？はい、食べます。これもいいなそれも持ってく。これどっちですか。これは小野さんモデルの、うん、あ、小野モデルのスプーン。あー、うん、だから分かる。これはねちょっとアップライトっぽく、うん、見せてるでしょ、うんうん、これも分かる。だいい職人さんがいっぱいいたんだ。いたんですよ本当ね。え、うん、残念だな。これも見る。これはあの水野の一郎選手のバットを削った久保田名人っていう人の。ああ、こういうの見たかったんだよね。これがね、あのどうぞ。これちょっとすごい、これ久保田さんのサイン入りの。これ水野の本当のこれ一郎モデル。青玉の、はい、一郎モデルです。これなんかカンカンカンっていうのどこでやったっけ。野球選手がよくやるね。分かんない、なんかやるよね。コンコン、あ、ほら音が高いっていう。音がカンカンカン。本当の高いのは一郎さんが選ぶんだろうけど。ほらカン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 。一郎さんはでもなんかすごく芯の狭いバットを好むみたいですよ。そうなの。そう、広いやつは嫌いみたい。どうやんだっけ、一郎さんってこうだっけ、こうだっけ。ちょっと落合さんになっちゃうんだよね俺。落合さんっぽいの。八郎選手は、はい、途中から、はい、あ、握って、はい、握って、はい、トップこうしましたからね。すごくないですか。普通バッターこうでしょ。あ、一郎選手これレイドオフだから。あ、そうか、レ
レイドオフからすごくないですか、レイドオフからポン。だからあれなのかな、やっぱり普通はこの王さんとかこっちから入るんですよね、うん、そう僕なんか落合さんっぽいのがいいんだよな。落合さんなんかボディーターンって感じしますよね。だから落合さんが僕ゆるゆるだと思うんですよ。あ、落合さんゆるゆるですね。ゆるゆる、このゆるゆるの、もうゆる、もう超ゆるゆる。僕もあのバットノックやるんですけど。あ、そうですか。やっぱゆるゆるの方が、あ、いいの、ヘッド走るんですね。パチンと当たるんですよ。すげえ、これはこういうの見たかった。これマジで見たかった、もう超見たかったです。これがイチローさんのバット作ってる人なんです。そう、うん、でもめちゃくちゃ木も良くないですか。なんか木いいでしょうね、これ。 今あんまりないらしいですわ、まあ、本当にこの青玉の木がね、今一生懸命植樹してるんですよ。植樹してるね、はい、ほら高いの元は。だしっかり乾燥させて、はい、こうもう実が詰まったやつなんでしょうね多分ね、うん、だから弾く木が、なんていうのかな、あの木自体が吸収しないパワー、あのエネルギーを弾く、はい、そういうことですよね。これさ、やっぱり職人、職人ね、職人のすごいな。いいよな、真心バットってね、これね。すごい。どうぞ。引退なされたんですよね。はい、経歴がありますんで、裏に経歴がこっちに。あ、経歴がね。はい。青田も無垢の箸上げです。素材を生かせるように心がける、特に全体のバランス、グリップの形状に注意する、ね、素晴らしい。よかったです。ちょっとこだわりのクラブがどのくらい通用するかちょっといきましょう。はい、ぜひ。これ大事なあれだから、これヘッドカバーみたいな。いやいいです、いいです、そのまま持ってきましょう。大丈夫です、ヘッドカバーいらないです、大丈夫です。じゃあ交互に、大丈夫ですよ、交互にこうして。はい、ありがとうございます。はい、あの締め移動、あ、締め移動で、はい、締め移動みたいな感じの、はい、それでは、はい、ちょっとこの辺でちょっとこれの検証と、うん、ちょっとこの削り出しの、削り出しもちょっとめちゃくちゃ興味あるんで、はい、ちょっと行ってみましょうか。はい、近所なんでね。あ、近所。はい。